ちは、中学受験情報局の辻です。今回の動画では予習シリーズ四谷大塚のテキストですよね。四谷大塚の予習シリーズ、このようなテキストなんですけども、この理科のテキストとカリキュラムの構成、使い方などについて解説したいと思います。さあ、予習シリーズという名前の通り、このテキストは子どもたちが予習をしていくことを前提に作られています。四谷大塚は大手の塾の中では唯一予習型の塾なんですよね。子どもたちが予習をして授業に臨んで先生と一緒に勉強すると、こういった順番になっています。ですから子どもたちだけで予習ができるようにということを念頭に置いて作られているんですよね。例えば全部文章で説明されているとか、それから出てくる図版、そしてカラーの写真なんかも豊富で、それを見て勉強できる、こういう作りになっています。ですから他のテキストに比べて、例えばその単元の扉のページに子どもたちの興味を引くような話が載っている、これは授業でいうと先生がまず最初に導入部分で子どもたちの興味のありそうなことをお話しする、こういった役割ですよね。それからテキストの途中にコラムみたいなものも載ってたりすると、これも先生が授業の中でする雑談であるとか、それから余談、こういったものの役割をしているわけですよね。こういった作りになっていますから、比較的子どもたちだけで勉強しやすいテキストになっていると言えます。さあ、そんな四谷大塚のカリキュラムなんですけども、四谷大塚のカリキュラムは何回かカリキュラム改訂がされてるんですけども、改訂されるたびに難しくなったっていうふうに言われます。でもこれは実は算数を中心としたことなんですよね。算数は確かに例えばサピックスなんかと並べても同じぐらいの頻度でどんどん進む、かなり難しくなっています。ただ理科に関しては実は昔からあんまり変わってないんですよね。逆に言うと昔から結構しんどいカリキュラム構成だということができると思います。例えば4年生の間は割と総論的なこと、概論的なことを学ぶ、こういった単元があるんですよね。夏になると夏の生物、冬になると冬の生物といった単元で1回授業があります。夏の生物、昆虫とか動物とかいろいろ合わせて夏っていうのはこういう生物がいるんだよという概論ですよね。実は入試問題って総合問題で出てきますから、こういう出題が多いんですよね。だから4年生でこういう習い方をしておいて、そして5年生6年生でさらに細かいところを詰めていく、このカリキュラム構成には非常に納得いくものがあると僕は思います。さあ、そして5年生になるともう少し総論から各論ですよね。例えば電流の働きとか、それから植物でも植物の作り、こういった習い方をします。こうやって5年生1年間かけて、実は6年生の最初の第2回ぐらいまでかけて、全てほぼ全ての必要なことを習ってしまう、こんな感じのカリキュラムです。5年生の第3回目、つまり2月の途中からですよね、総復習に入っていきます。結構早いカリキュラムですよね。そして夏ぐらいまでで一旦総復習を終える、全単元じゃないですけども主なところを終えて、夏季講習でもう一周、そして後半6年生の予習シリーズ下、これで最後の一周、こういった作りになっています。ですからこのことを頭に置いて、例えば4年生から通い始めたら、今は4年生で総論、引き出しですよね、知識の引き出しのようなところを習ってるんだと、これにどんどん中身を詰めていくのが5年生の時期だ、こんなイメージで学習を進めていっていただければいいと思います。さあ、そしてそんな四谷大塚予習シリーズのカリキュラムの肝は実はテストなんですよね。週テストというのが毎週行われます。週末に行われるんですけども、今回習ったところが出るという復習テストですよね。ただ単に例えば語句ばかり答えるとか、一問一答で答える、こういうチェックテストではありません。ちゃんと大問の形式になっている普通の模試のようなテストですよね。だから実践的な問題の中で習ったことがちゃんと出せるか、こういったことをチェックできるんですよね。もちろんテスト直ししっかりやりましょう。テストは上から S、 そして CBA というふうにコースが分かれています。例えば今目指している学校と今受けているテストのコースがちょっとずれがある、こんなこと多いですよね。例えば塾の先生に聞いて、〇〇中学校を目指したいんだけども、できればどのコースのテストを受けるように、テストコースですよね、なればいいですかというふうに質問をすると、例えば〇〇中学校だったら B コースぐらいは受けれるように成績を維持した方がいいよというと、今 A コースを受けてるんだったら一つ上の B コースで受けられるように頑張るというふうにテストを活用していくわけですよね。もちろんどのテストも上下はありますけども、だいたい50点台ぐらいから70点ぐらいが平均点になります。つまりテストの難しさが違うんだけども、平均点がだいたい同じということは、やはり受けてる子の学力レベルが違うんですよね。なので A コースから B コースに上がった、
急にテストの問題が難しくなったと感じると思います。急に偏差値がガクッと落ちたりするんですよね。なのでまたすぐ A コースに戻ったりと、こういったこともあります。ただいつか上のコースに定着できるようにいろいろ努力をすると。例えばこのテスト、過去問が売っています。週テスト問題集というのが売っていますから、それを使って今の A テストと例えば B テストも少し自分でやってみる、こういった勉強をしておくんですよね。そうするとテストコースが上がった時に急に問題が難しくなっても対応していける。自分で独自に上のコースのことを少し頑張っておく、こういったことも考えながらテストを受け続けて実力を磨いていくというふうに、このテストコースうまく利用しながら実力を上げていっていただければと思います。4週に1回ぐらい総合ということで各科目一旦勉強が止まって復習になります。その時に組み分けテストがあるんですよね。この組み分けテストでテストコースが変わりますから、ぜひこの毎週のテストと組み分けテストの2本立てで頑張っていくというカリキュラム構成で勉強を組み立てていっていただければと思います。以上、この動画では予習シリーズを中心としたカリキュラムテキストを使っての学習について解説してきました。この動画が受験生の皆さん、そしてお父さんお母さんの少しでも役に立てば幸いです。